オーダーメイドの高級下着メーカーで働くことになった専用宅の新入社員、時田真由子です。今日からお世話になる。でも残念、ダサい、致命的にダサい。常に美を追求し、ランジェリー業界に君臨する女社長。あなたは私に不快感を与えている。なぜだかって、それは美しくないから。こんなのが目の前歩くんだから音がたまらんよ。水木さんの方がセンスあるんじゃないかなと思いますけど。センス、嫌な言葉。あなたが思ってる仕事とは少し違うみたい。すっごい悩んだ、何着ていこうかなって。一昨日から何も食べてなくて。そんなに綺麗な、マンネリな斬新さがない。うるさい、うるさい、うるさい、おばっさん、うるさい。華やかな舞台で繰り広げられる女性たちの本音。美って何ですか。なんで見えないのに高い下着をつけて胸を大きく見せて体のラインを綺麗に見せなきゃいけないんですか。あなたの疑問はナンセンス。見えぬ、嘘もない、面白い世界ですよ。ランジェリー業界で走り続けた先に見えたものは、ネットフリックスオリジナルドラマ第1弾、アンダーウェア。